ナッピーです。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？はい、ナッピーも元気ですよ。ステイアットホームって言った回でやってきますね。ね、年も押し迫ってまいりましたとは関係ないんですけれどもね。はい、セブンイレブンさんに行ってまいりました。もうチョコ好きだったらたまらないやつでございます。そんなのがね、パンの棚にありました。はい、チョコたっぷり味わえるタルトを見つけてまいりました。はい、こちらでございます。割とね、新作な割にはね、ちょっとシンプルなんですよね。はい、こんな感じになっております。はい、三層仕立てのさっくりチョコタルトでございます。149円、314キロカロリーとなっております。さっくり焼き上げた生地に濃厚なチョコクリームを絞ったチョコタルト、さらにその上からチョコで全面をコーティングしたチョコのタルトです。チョコレートのしっとり感とタルトのサクサク感が気になります。はい、といった具合でね、ちょっと開けてまいりましょう。本当にシンプルですね。シンプルイザベストってやつですかね。はい、あー、上にね、チョコレートがいい感じに乗っておりますね。はい、上から見たらこんな感じ。チョコレートがね、上にしっかりとついておりますね。そして横がこんな感じで、下がね、こんな風に焼き上げてありますね。はい、ね、ちょっとね、チョコ結構固めな感じがしますね、見た目ね。はい、といった具合でこちら実食レポしていきたいと思います。はい、それではね、乾杯しましょう。今日は札幌麦とホップでございますよ。はい、じゃあ乾杯。チーズ。麦の香りのするいいビールでございますよ。はい、半分に切ってまいりました。はい、半分に切ったらこんな感じになっておりますね。断面見ると分かりますけれども、中にね、クリームの中にちょっとね、ちょこっとね、チョコレートがね、入ってるような感じがしますね。そしてこのチョコレート、上にかかったチョコレート、結構分厚いですよね。はい、それではいただきます。ん？ああ、これ見た目がね、ちょっとね、どうかと思いましたけれども、噛んだ瞬間にこのチョコレートのね、クリームがぶわっと広がって、そしてこの上のチョコですね、チョコがまたね、食感がね、パリッといった食感がいいんですね。味はね、上のね、チョコレートですね、このコーティングされたチョコレートは、このパリッといった食感とともにね、ビターなチョコレートの味がします。そして中のクリームですね、クリーム中にね、チョコレートがね、ちっちゃいのが入ってるんですけども、そのちっちゃいのはちょっと食感がわからないですけれども、まずクリームが甘くてまったりとした感じですね。ホイップよりもね、ちょっとね、硬めな感じですね。硬めでね、ねっとりしてますね。ねっとりしてるんだけど、このチョコレートの味にね、ちょうど合ってる、このねっとりさ、いいですね。いつまでもね、チョコレートをね、感じられるチョコレートですね。そしてこのタルトですね。タルトね、結構ね、食感がありますね。どっちかっていうとタルトっていうよりも、クッキーみたいな食感、結構硬いです。それがね、バリバリっと音がね、聞こえてませんか？バリバリって、そういう音が聞こえるんですよ。だからもう一回食べてみましょう。タルトのね、この固めのクッキーですね。これクッキーだな、これはな。クッキーがね、ザクザクって言ったら食感もよくね、そしてね、この上にかかってるね、チョコレートがね、ポリッとね、食感がよくてね、そこへこのチョコレートクリームが入って、
甘くて、見た目よりも結構食べがいがあって、チョコレートを満喫させてくれるやつですね。結構甘めにできております。だからこれはやっぱりビールですかね。なんかパンのコーナーで置いてあるのはちょっともったいないんじゃないかなって言ったぐらいのね、チョコタルトですね。ビターなね、この上のチョコと下のねチョコクリームとね、また合ってるんですね。はい、今回ね、セブンイレブンさんの三層仕立てのさっくりチョコタルトをいただいたわけでございますけれどもね、ダブルチョコのね、パキッとねビターなチョコと甘いねっとりしたクリーム、そして最後はねザクッとタルトのね、ビスケットのような食感がね楽しい、チョコタルトになっておりました。はい、といった具合でね、食レポ終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。3層っていうからチョコ3層と思ったらビスケットと3層だったんだね。